それではまずただいまの話題につきましてご質問があればお受けしたいと思います。ご発言のある方挙手をお願いいたします。はい、読売新聞八木沼さん。読売新聞の八木沼です。ヒグマ対策の関係でご質問なんですが、これまでまあ環境省がまあ全国の自治体あのヒグマあ熊のまあ出没が相次いでいるということで、まあ、今までは多分その既存のパッケージとかをまああの紹介するというか、それで支援ってしていくということだったと思うんですけど、こう道が出された支援というのは多分新しい支援制度の創設ということで、結構一歩踏み込んだ国への要望というふうに見られると思うんですが、やっぱりあのそういうような要望をした背景であったりとか、どういう危機感を持ってというところ、もう少しちょっと詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、道内においてはこのヒグマの出没が多発をしています。まあ、今さまざま専門家の方々にもご議論をいただいた中で、例えば春季管理捕獲、まあ、こういったものを強化をしていくことなど、さまざまな取り組みをさらにあの進めていくためのこの議論を行っているところであります。そういったあの状況の変化なども考えますと、新たな支援制度の創設、まあ、こういったものをですね、担当する環境省、大臣に対して、地域として具体的な声としてあの挙げているところです。これは北海道だけでなくてですね、まあ、先ほど申し上げました秋田県などにおいても過去最多となる人身事故が起きているという状況がございますので、これはですね、そういった関係する東北の皆様ともあのしっかり連携をして国に対する働きかけ、まあ、これを行っていきたいと思います。あの国にあってはですね、この大臣があのこの緊急的な支援ということで検討ということで発言がありましたので、まあ、この具体的な中身をあの詰めていくという段階でありますので、やはり地域から積極的な提案、まあ、こういうものを関係する知事とも行っていきたいと思います。今内容などについてはこの地方知事会に向けてですね、あの各県と調整をしているところでありますので、またこれも方針決まりました、皆さんにお伝えをしたいと思います。これあのヒグマのこの支援という、あ、例えばあの秋田県とかにはハンターの方への慰労金とかそういった支援制度があると思うんですけど、やっぱりちょっと道の独自財源で行うというとなかなか厳しい、やっぱり国のやっぱり支援が不可欠ということなんですかね。まあ、これだけあの出没も増えています。各県また自治体における努力も当然あの今後も今までもしているというところがあります。まあ、その道としてやれることをしっかりやっていきますし、あの様々専門家自治体の意見も聞きながら対策についても検討しています。しかしながらこれは国における、まあ、そういった支援についてもですね、やはり検討していただく、そういう必要があるという段階に来ていると思いますので、あのそこはしっかり具体的な中身を、まあ、関係する県とも連携してですね、あの提案をしていく、それはあの県や道が決して何もやらないということは当然ないです。まあ、積極的にこれやっていかなきゃいけないんですが、まあ、国にもこういった局面の中でご支援を賜るということが重要だというふうに思います。まあ、現状の仕組みですと農作物からそういう被害を守る、あの熊の被害を守るというような仕組みがあると思うんですけど、これはあの新しい支援というのは環境省ですかね、そこに行っているということはやっぱり市街地とかで被害が相次いでいるということを受けて、もう一つ別の新しい枠組みが必要ということなんですか。そうですね、今あの北海道においてはヒグマ管理計画についてですね、さらに充実をしていこうという中では、やはりこのゾーニング管理の導入などについては、まあ、これは人とヒグマのですね、そういった接触がこの多くなっている状況の中での、まあ、そういった話であったり、またあの捕獲の目標の設定、まあ、そういったものなどについても、まあ、今検討を進めていく考えでもあります。ですのでこういったあの、ヒグマの個体数について地域ごと一定の水準に近づけていく、まあ、こういう検討が必要でありますし、例えば指向的な目標を設定して捕獲圧を高めていく、まあ、こういうことも一つの方法だといったご意見などもあのいただいておりますので、そういった現在
さまざま状況の変化、まあ、こういうものが出てきてますので、その中で国においても支援の検討を具体的にいただくべく、働きかけをしていきたいというふうに思います。この他話題の関連ご質問ございますでしょうか。はい、NHK、桜田さん。NHK の桜田と申します。今のヒグマの、対策関係で一つちょっとお伺いしたいと思います。昨日の要望の中には基本的にはその捕獲関係 の、まあ、話が主だったかと思うんですけれども、道の、ヒグマ管理計画を話し合っている検討会ではいわゆるその、生息調査の重要性も指摘されてまして、今そのヘアトラップ調査ですとかですね、そういうものもしっかりとやっていくべきだというような声が、まあ、専門家からも指摘されていました。うん、で、まあ、今後まあ、当然緊急的な対策というのも当然必要だと思いますけれども、今後その長い目で見たときにはやっぱり生息調査ということも一つ重要なポイントになってくるかと思いますけれども、この点を例えば今後その東北の知事会などと一緒にですね、国に申し入れていく考えもあるかどうかだけ確認させていただければと思います。はい、まあ、これは今ご質問にありましたけれども、個体数をですね正確に把握していくことがですね、この捕獲などにあっても重要なポイントです。ですからそこはしっかりと道としても取り組みを今進めているところであります。まあ、一方で、まあ、その把握にあってはですね、さまざま課題などもあるという状況がありますので、これは捕獲だけに限る話ではないというところもありますので、まあ、そういった課題などについても共通する部分については共有をしてですね、国に求めるべき内容があればですね、それも合わせて国には問題提起ということをしていきたいと思っています。まあ、個体数を把握する、まあ、これは重要なことだと思っています。ありがとうございます。この他ご質問。はい、時事通信足立さん。時事通信の足立です。お願いします。私からもクマ関連でお伺いします。クマの出没が相次いでいる秋田の佐竹知事が先日見つけたらすぐ撃つというような発言をされていまして、この発言に関して鈴木知事の受け止め とご自身のお考えを聞かせください。まあ、佐竹知事がどういうシチュエーションでそういったお話をされたのか分かりませんけれども、まあ、そういった問題行動を繰り返すですね、まあ、そういった対象の、まあ、ヒグマについてはですね、まあ、そういった捕獲などを行った中で対応していくことになります。まあ、当然のことながら、まあ、そういった銃を使ってですね、まあ、駆除していく上においては一定のルールが当然ありますから、まあ、そういったルールを遵守しながら適切に対応していくという話だと思います。まあ、ちょっとどういったやり取りの中でそういった言葉が出てきたのか分かりませんけれども、まあ、いずれにせよ秋田においてもですね、人身が過去最多になっているそういう危機の中で、非常にそういった危険を、取り除いていくための強い意思を込めた、まあ、発言だったのではないかというふうには思います。ありがとうございます。春熊の駆除などをどうもされていて、これに関する苦情の電話っていうのを抗議だったり苦情だったりっていう電話も今まで受けているというお話を伺ったことあるんですが、これに対して道としてはどのように対応されてきたかも教えてください。まあ、これはですね、本当に毎年のように、まあ、あるということで伺いました。で、今回ですね、まあ、旧ツイッター X でですね、このヒグマ有害捕獲への理解のお願いということで、まあ、これその X を使ってですね投稿いたしましたら、閲覧数はこれ2128万回閲覧されまして、非常に多くの方がご覧になられたということであります。で、今回のこういった投稿の中で初めてだと担当から報告を受けましたが、しっかりとこの問題行動、また危険な状況にある中で対応いただくことの重要性について励ましの言葉というか、まあ、そういったご連絡を初めていただいたということとともに、毎年
ご連絡いただいている、まあ、そういった、なんて言うんでしょうか、苦情といいますか、そういったものは今ほとんどないという状況でありますので、なのでそういった必要性についてですね、しっかり理解していただく努力をするということはやはり大事なんだなというふうに思っています。この他のご質問、北海道新聞金子さん。北海道新聞の金子です。よろしくお願いします。国へのこの要望についてなんですけれども、まあ、先ほどの知事からもご発言があったように今月 の16日ですかね、ヒグマ保護管理検討会の中で、まあ、ヒグマの捕獲目標数の設定を検討しているということを明らかにされていますけれども、まあ、今回のこの国へのこの要望というのはこうした目標をまあこれから設定していく場合にですね、やっぱりこうそれの裏付けとなるこう実効性をやっぱり持たせなければならないというそういう背景があるというふうに理解していいんでしょうか。これはですね、私がこの大臣がご発言する前に、まあ、今回ヒグマとの人の軋轢が高まる中で、これは特に議会議論も非常にありましたから、しっかり要望しようということで要望をし、環境省においてもですね、これは非常にまあ、これ北海道だけでなくてですね、まあ、そういった出没事例が増えている中で問題認識というのを国は持っていたんですね。でそんな中大臣の発言がありましたから、これは我々として現時点において考えている内容を直ちにこれは伝えた方がいいだろうという考えから、26日にですね、まず、東京の方に行きましてですね、まあ、私でないですけど担当の部長が行きまして、本土の実情も改めて説明した上で要望をさせていただきました。でまあ、その東北の知事の皆さんもですね、非常にこの問題に対して強い懸念を持ってまして、まあ、今みんなで取りまとめてですね、それはしっかり訴えていこうじゃないかということになっておりますので、先ほど申し上げたような形での働きかけ、まあ、これもやっていきたいというふうに思っています。すみません、関連で北海道新聞の金子です。このハンターへの、まあ、報奨金制度のようなもの、つまり作る、そういう新たな支援制度の創設を今回国に要望するというふうに理解したんですけれども、まあ、これですとか、あとそのヒグマ捕獲のこの目標を定める方向で検討されているですとか、まあ、先ほど読売さんもおっしゃってましたけど、まあ、かなりこう踏み込んだ形の対応がこう次々と出ているような感じなんですけれども、道庁さんこう長年こうこのヒグマ政策に関してはこう保護をですね、保護を念頭に置く形でこう対応してきたというふうに面があったと思うんですけれども、ここからかなり今転換をしてきてですね、まあ、もうつまりヒグマ自体の数を抑えるんだという、そういう方向に大きく舵を切っているというふうにそもそも理解してよろしいんでしょうか。まあ、個体数の正確な把握、まあ、これ重要だと思いますけれども、やはり個体数そのものがですね、増えていること、でさらにはこういった人里に出没をした中で、まあ、その人の生活圏内にクマが、まあ、入ってきています。でまたそれに関連した人身の事故などが起きるという状況がある中で、まあ、この春季管理捕獲なども新たに始めた中で対応はしてきておりますが、まあ、そういった野生動物と共生していくにあってもですね、やはり適切なそういった対応を専門家を交えて考えた中で、これは冷静に当然議論しなければなりませんけれども、背景となる状況がやはり変わってきてますから、そこに必要となる対策をですね、実行していく中で今までとその違った形で取り組んでいかざるを得ないということはこれ事実としてありますので、まあ、そこはしっかり積み重ねてですね、今議論をしてますので、そこにしっかり方向性を出していきたいなというふうに思っています。保護政策が大きく転換したというふうに受け止めるのにはまだ早くて、まだそこについては議論をされているという段階と受け取った方がよろしいんでしょうか。まあ、先ほど申し上げたようにですね、この一定の水準に近づけていく必要、まあ、個体数ですねがあるんじゃないかということであったり、まあ、目標ですよね。目標っていうのはまさにその捕獲目標を具体的に定めるということは、まあ、その全体の個体数に対して
抑制をかけていくということに、まあ、結果としてなっていくわけですが、まあ、そういったご意見もいただいてますので、その上で先ほど申し上げたようなヒグマ管理計画の充実に向けてですね、このヒグマの保護管理検討会、まあ、こちらでご意見をしっかりといただきながら、この捕獲の目標の設定、またゾーニング管理、まあ、この導入、まあ、こういったことなどを検討を進めていくという考えですので、まあ、そういう意味では状況の変化に対応してそういう方向性で考えていきたいというふうに思います。この他話題の関連のご質問、毎日新聞石川さん。毎日新聞の石川です。ヒグマの環境省への要望事項の中で2項目目のところでちょっと確認させていただきたいんですけれども、これは環境省にモデル事業を実施してもらいたいというふうに書いてあるのかなと思うんですけれども、どうとしてもそのこれまでこうした取り組みを続けてきた中でですね、その道の取り組みに対する支援じゃなくてですね、環境省に対してそういう事業の実施を求めているというのは何かその狙いとかがあるのでしょうか。やはりこれは各県とか道もさまざま取り組みをしているんですが、まあ、その国として、まあ、今回緊急的に対策が必要だというところを踏まえた中身を検討しているわけですから、そこは我々の声を当然聞いていただくというのはあるんですが、国としてどういった対策が緊急的に必要なのかということについては、まあ、我々の声を聞いた上で国としてやっぱり考えていただきたいというところがあります。まあ、いずれにしても私たち道としてもやりたいことをやっていくべきことっていうのを今さらに詰めていきますので、まあ、そういった方向性を支援していただくような形のものになるようにですね、我々、まあ、私たちだけじゃなくて北海道だけでなくて秋田県をはじめですね、皆さんともお話をして働きかけはしていきたいと思います。まあ、今国の方の何かこういうものですっていうものが出てきてないので、なのでまず今は我々としてはやっていることと、こういうことが必要なんじゃないですかということを投げかけていますので、まあ、おそらく国の方でも何かこういうことをやったらいいんじゃないかっていうのが出てくると思うので、そこはいろいろ意見をまさに特定の地域に対して今回やりますので、その地域の各県とか道の声、まあ、これが重要だということを向こうも言っているので、そこは意見交換していきたいなと思います。ありがとうございます。話題の関連はよろしいでしょうか。よろしければ、その他のご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方挙手をお願いいたします。HTB 北さん。HTB の北です。よろしくお願いいたします。同立江差市高等看護学院でのパワーハラスメントの問題について質問させていただきます。4年前にですね、自殺をした男子学生について第三者調査委員会が教師によるパワハラを認定してですね、自殺についても相当因果関係があったとする調査結果を取りまとめています。遺族側によりますとですね、その後損害賠償の話し合いをする中で今週になって道の代理人が遺族側に対して自殺の予見可能性はなかった、ハラスメントとの因果関係は認められないとして自殺の賠償には応じないような考えを示されたというふうに聞いております。道はですね、こうパワハラと自殺の因果関係をどういうふうに考えているのか改めて考えをお聞かせください。はい。まずこれまでも会見などの場におきまして説明をさせていただいてきましたが、第三者調査委員会の報告書、こちらにあります通り教員によるパワハラが認定をされました。このことや監督責任を有する道にも問題があるとされました。このことを重く受け止めご遺族の方に謝罪をさせていただいたところでございます。そしてパワハラに対する法的責任については現在道の顧問弁護士を通じましてご遺族の代理人と損害賠償に関する交渉、これを行っているところであります。またパワハラと自死との間の法的な因果関係の解釈につきましてはこちらについてもこの交渉中の案件でもありますので内容等についてのコメントについては差し控えさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。5月にはですね、道の担当者がご遺族に直接謝罪をしていますし、知事もこれまでの会見の中で謝罪の言葉を述べていらっしゃるかと思います。はい、あれはですね、パワハラが認定されたことと、そしてそれが自殺につながったという第三者委員会の調査を受けて、すべてをこう受け止めた上での謝罪というわけではなかったんでしょうか。調査報告書の内容についてのご説明につきましては、必要があれば後ほど各、担当部局からご説明をさせていただきますが、その報告書にありますとおり、先ほど申し上げたようなパワハラの認定がありました。またその監督責任を有する道にも問題があるとされましたので、そのことを重く受け止めた上で、ご遺族の方に謝罪をさせていただいたところです。今のご発言を聞いていますと、つまりパワハラが自殺、自身に関係しているとは考えていない、それについては誤っていないというふうな理解でよろしいんでしょうか。報告書のご説明につきましては、後ほど担当からさせていただきたいと思います。その報告書を受けて、この謝罪を申し上げたこういうことであります。報告書にはパワーハラスメントが認定されて、そのすべてが自殺につながった、自殺と相当因果関係があるというふうに書かれてたんですけれども、それについて謝罪をしたということではないんですか。同じ内容の質問はちょっと繰り返しなので、報告書あんまり、はい、答えになっていない気がするんですけれども、報告書の内容は把握していまして、自殺との因果関係が あるというふうに書かれていると思うんですけれども、それを受けて、それも含めての謝罪をされたということでよろしいですか。そこを今説明しますので。担当部局いらっしゃいますか。保健福祉部でございますけれども、今知事お話しあったとおり、この調査書の中身につきましてはですね、道としても大変重く受け止めた上での、謝罪ということでございまして、ただこの、そうですか、すみません。で今お話しあったように、法的なですね、その因果関係の部分というところ、そこの解釈というところにつきましては、その、今交渉中でございますので、ちょっとそこについての具体なお答えというところはちょっと差し控えさせていただきたいと思っております。いや、報告書 の, 説明だと思うんですけど、聞いているのは報告書の表現の確認なんじゃないでしょうか。報告書、もちろん報告書にですね、自主と の, 相当因果関係は認められるということは書かれておりますので、そこについてのですね、記載、調査書が出たというところについては、そこに受け止めというのは当然しているところでございまして、そこを踏まえて今損害賠償の交渉というところに入っているところでございます。そのこと以外も書いてますね。一応その損害賠償の関係につきましては、調査委員会のですね、委員の方からはなかなかその、任意の聞き取り調査だとか、そういった客観的な資料の収集が限られていたというところですとか、この調査結果がですね、直ちにその行為者ですとか管理者の民事的な責任をですね、裏付けるものではないというようなところも記載されているところでございまして、こういったところも全部踏まえての今交渉に当たっているというところでございます。はい、知事がどういう意味で謝罪をされたのかという質問だったんですけれども、それを受けて知事はこれまで謝罪の言葉をご遺族に述べていらっしゃったという理解でよろしいですか。そうです、報告書の受けてですね、謝罪をさせていただきました。わかりました。今回道の責任も厳しく指摘をされてたかと思うんですけれども、報告書の中では、当時ですね、パワハラを放置してきたことはもちろんですけれども、学生さんが亡くなった時にもですね、道が独自の調査を行っていなかったような状況もあって、だからこそ客観性を確保するために第三者が調査を行って、その結果が出たということになると思うんですけれども、今回第三者の調査のあれ、調査書では自殺との相当因果関係認められるというふうにされていますけれども、それを
動画が覆すというふうなことになるとですね、第三者調査の、まあ、そもそもの意味というのがどういうものなのかなというのを一般的な感覚で感じるんですけれども、このまあ第三者調査の意味というのは知事はどういうふうに考えていらっしゃいますか。今第三者の調査報告書の説明をさせていただいたと思いますので、その内容をしっかり受け止めた上で今損害賠償に関する交渉、まあ、これを行っているというところであります。これまでご遺族に誠意を持って対応していきたいということを繰り返しおっしゃってたかと思いますけれども、今、こういう状況になっていることが現状としてあるわけですけれども、知事としては今、現状もこう誠意を持って対応しているという、こういう理解でよろしいんでしょうか。やはりご遺族の代理人とですね、しっかりそこは今、交渉を行っているわけでありますから、道としての顧問弁護士、こちらを通じてですね、この示談交渉、これに臨んでいきたいというところです。わかりました。ありがとうございます。この他のご質問ございますでしょうか。朝日新聞松尾さん。今の関連で、確認なんですけども、今事務方の方からはですね、その調査結果を直ちに民事的な責任を、調査結果というのは直ちに民事的な責任を裏付けるものではないというふうに記載されていると、知事の謝罪はそれに基づいて行われたという理解でよろしいですか。今ご質問の中にもありましたけれども、報告書の中にそういった表現があるということを担当がご説明したんだということであります。いずれにしても損害賠償に関する交渉を、今行っています。先ほど申し上げたようなパワハラと慈悲に関する間の法的な因果関係の解釈についても、今示談交渉中の案件でありますので、コメントについては控えたいと思います。そうすると、この報告書、第三者報告書というものの位置づけなんですけれども、第三者報告書には、こういったその民事的な責任を裏付けるものではないという一項が記載されているため、この内容というものに必ずしも民事の賠償については、別途交渉するものであって、この報告書で問われているような責任については、必ずしもそのまま全てを受け入れるものではない。そういうふうに理解されているということでよろしいでしょうか。今個別のですね、案件についてのまさにこの交渉中でありますから、その解釈などについてのコメントは控えたいと思います。個別の解釈にということなんですけれども、先ほど事務方の方が特段取り上げてですね、調査結果を直ちにと繰り返しになって恐縮なんですけど、民事的な責任を裏付けることではないと記載されているというふうに言及があったので、この言及があったということをご説明いただいたということは、この点を重視して交渉に臨まれているという理解でよろしいでしょうか。報告書をしっかり受け止めた上で、この対応しているということであります。報告書をしっかり受け止めるということは、必ずしもその内容を受け入れるということではないということですね。何をもって受け入れるかということがあるんだと思いますが、報告書自体をしっかりと受け止めた上で、それぞれの今具体の交渉に当たっている案件についても、なんていうんでしょうか、今示談交渉、これを行ってますので、その点についての解釈についてのコメントは控えたいと思います。受け止めということは、必ずしもその書かれている内容を了とするものではない、すべて了とするものではないということですね。ちょっと報告書のことにつきましては、後ほど担当部局からもう一度説明させていただければと思いますが、他にご質問もある方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとお時間もございますし、いかがでしょうか。担当部局の方から追ってもう一度ちょっとこの場でご説明させるようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。すみません。ではこの他のご質問いただければと。はい、TVH 古谷さん。テレビ北海道古谷です。関連してなんですけれども、知事コメント、第三調査委員会の結果を受けた知事コメントでですね、同じ質問であれば後ほどまた、同じ質問で、同じ関連の違う質問です。はい、ご遺族の意向を伺いながらっていうふうに一文があるんですけれども、はい、わかりました。じゃあその他のご質問の後にもう一度お伺いします。すみません。ではこれ以外のご質問先にお受けしてもよろしいでしょうか。この他のご質問ございますでしょうか。はい、NHK 桜田さん。
すみません、話がちょっと変わって恐縮なんですけれども、学校の夏休みの延長についての、お話をちょっと伺いたいと思います。今現在ですね、同教委の方では、この夏の暑さの関係も受けて夏休みを延長する方向で今検討を進めているという話もあります。で、昨日だったと思いますけれども、サルマ町でも夏休み延長させるっていう、ことを決めたりですとか、道内の中でも、弊社の取材ですと苫小牧市だったり釧路市でも夏休みの延長というものを今検討しているという話もあります。で、一義的に教育委員会が判断する話だと思うので、ちょっとこの話を知事に伺うのも、いかがなものかとは思うんですけれども、この、今年でいうと伊達市で熱中症で、児童が亡くなったりとかという事案もありますけれども、改めてこの、北海道で続くこの夏の暑さを受けて、夏休みの延長というその判断を知事としては今どのように評価しているかというかですね、どう受け止めてらっしゃるかということをちょっとお聞かせ願えればと思います。今同立学校、同立の高校などのですね、この長期休業期間の取り扱いについて今同教委で検討しているところです。この私も改めてですね、各県の状況などについてお聞きをしたんですけども、北海道においては、夏休み冬休み合わせた合計のこのお休みの期間について、この全国と比較してもですね、これはむしろ長いとは言えない状況になっているということがあります。そして非常に暑い夏であったわけでありまして、そういったことなども考えますと、やはり延長もですね、これは検討をする、このことが必要として必要ではないかというふうには私自身は思いますが、これはあくまで同教委がですね、考えを取りまとめていくものだというふうに思います。また一方で、例えば夏休みを延長した場合ですね、そのお子さんのこの夏休みの期間が延びることによって対応が生じるということもこれ出てくるというところがあると思いますので、そういった方々のご意見なども伺いながら、これ大きな変更するならばですね、影響が出るというふうに思うわけであります。ですので、ここはしっかりそういった声も聞いた中で、考えていくべきものだというふうに思います。ただ私としてはやはり全国の状況を見ても、改めて私もこれ知ったんですけども、北海道の子どもたちが夏休み冬休み合算してもですね、決してこれ他の県と比べて長いっていうよりむしろ短いという状況もあるようですから、これはそういった今まで一切ルールの見直しを行ってきてないわけですから、そういった延長するということもこれ考えるべきなんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、ではその他江差以外のご質問であれば、はい、日本経済新聞井田さん。日本経済新聞の井田です。よろしくお願いします。生成 AI の施行についてお伺いします。同庁では来週月曜日から300名を対象に生成 AI の施行を始められると思うんですけれども、施行ということは、これでうまくいけば、本格的に採用するということもあるのかなと思うんですけれども、本格的に採用するとすれば、いつ頃に採用していくのか、またその本格採用に向けてのその施行の段階でどういったことを確認するのか、今後そのどういった業務にその活用を広げていくお考えなのか、今回の施行を経た後の先のちょっとところを伺えればと思います。まずこれから施行が始まるって段階でありますので、基本的に主眼としては業務、これを効率化していく、負担を軽減していく、そして道民の皆様、住民の皆様に対するサービスの向上、こういったものに寄与する、施行の分野、そういった意欲的な職員の皆さんに使っていただくなど、そういった取り組みをまずしていきたいと思っています。一方でこの全庁的な導入にあってはさまざま課題があります。これコスト面もそうですし、いろんな課題がありますし、またすべての人に導入することが最も効果的なのかということについても、これはさまざま議論もあると思います。まずこういった施行を通してですね、
さまざまなそういった課題についての検討、これを行いたいというふうに思います。いずれにしても、使ってみたいという職員も結構いますので、そういった意欲のある、職員、またはそういった各職場において、ぜひこれ、挑戦してみませんかということで、各職場でやってみてですね、その中で、課題を洗い出してですね、検討はしていきたいと思ってます。この施行を通してですね、行政分野は多岐にわたるんですけども、どのような分野で、より効果があるのかということについても、少しこの施行の中でですね、検討していければというふうに思っています。知事ご自身のお考えとしては、今回の施行を通じて、同庁が今後その生成 AI を使っていくべきかどうかも含めて施行で確認していくべきというふうにお考えなのか、それとも、基本的には何かしらで生成 AI を使うことを前提に、それに向けた課題を洗い出していくというような、後者の方が知事のお考えとしては近いというふうに理解していいでしょうか。そうですね、このチャット GPT が出現して、さまざまな課題リスクなどが、あったわけでありますけれども、今ガイドラインだとかいろんな形でさまざま対応を取ると、また同庁のそのシステムに搭載する形でですね、セキュリティを担保した中で、今回施行ということでやると、ですから各使用者に対してもしっかり運用のルールを守りながらですね、やっていく環境が整ったことから、今回施行するということであります。当然効果が高くなければですね、これは導入するにあってもコストかかりますから、で税金でやるわけですから、そこはしっかり施行の中で検証した上で導入の、検討というのは当然していくと。だから場合によってはこの施行をですね、延長してですね、より整理をしていく必要性も出てくるかもしれませんし、これはしっかりやる中でですね、見えてくることもあるんじゃないかなというふうに思います。この他のご質問があれば、朝日新聞日浦さん。はい、朝日新聞の日浦です。これがこの後16時から秋元市長がこちらいらっしゃってお話になる、五輪の関係でお尋ねします。昨日の会見で秋元市長は JOC の山下会長から30年および34年の大会も無理であると、ほぼ無理だというふうな説明を受けたと、その説明を今日こちらに来られて、知事に説明するわけですけれども、24日の段階で長野市の荻原健司市長がですね、こうおっしゃってます。そもそも今五輪は何か利権ビジネスのようなものに密接につながってしまっているような印象があると、よって、計画の見直しというよりもなぜ五輪を呼ぶのかというようなビジョンをですね、今一度練り直さない限りもう招致は難しいというふうに、厳しい見方をされています。で、知事はですね、これから4時に会うのでその時聞いてくると言うかもしれませんけれども、現時点でですね、こういった環境を踏まえてですね、どういったお考えでしょうか。まずこの後4時ですかに説明をするということでお話をお伺いしてますので、そこでどういうご発言が市長の方からあるのかということをまずはしっかりお伺いをしたいと思います。これはフルオープンでやるんですね。そうですね、フルオープンでやらせていただきますので、そこでどういうお話があるのかということで、私自身も皆さんと共にですね、お伺いをした中で、道としてというか私としての考えもその場でお話できればというふうに思っています。今札幌市秋元市長の方でですね、どうしても急なその30年の、招致中止ということがありましたので、関係する自治体や関係者に説明をしていただきたいんだということでお願いを申し上げた中で、今そういった説明などもですね、行っていただいているということでも聞いています。そういったせられているというふうにも思いますので、どうとしても、今日お話をお伺いした上でですね、考え、これをお話しできたらというふうに思っています。
確認ですけども、今日じゃあお話を聞いた上で、知事としてのこの五輪招致に対するこれまでのような話を聞きよくじゃなくて、知事としたビジョンといいますか、意見を言うということでいいですね。まあ、私としての考えは伝えたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、この他のご質問、読売新聞、八木沼さん。読売新聞の八木沼です。半導体の関連でご質問なんですが、来月北見市が最初やったと思うんですけど、まあ、市民セミナーに合わせて工業高校での出前講座というのをやると思うんですが、まあ、高校生世代にこういうことをやることの狙いと、あと、まあ、これ熊本県とかでそうだったと思うんですが、まあ、やっぱり製造業全体で人手不足というのがある中で、やっぱり向こうの県もその半導体関連に人が全部取られちゃうんじゃないかという懸念の声とかも実際上がっていたというふうに聞くんですが、まあ、今までの取り組み見てますと、まあ、半導体に限らず、まあ、理系人材を全体育てていって、まあ、動画流出をむしろ防ごうということかと思うんですが、そのあたりのお考えもお聞かせ願えればと思うんですが。そうですね、これは北海道においては多くの理工系の高等教育機関が設置をされています。まあ、これは北海道の強みとして、これまでも申し上げてきた一方で、この大学また高専のこの理工系人材が実にこれ6割が道外に流出しているという状況にあります。ですので、ラピダス社をはじめとしたですね、企業進出によってこの6割がこのせっかくこの学んだのにですね、こう道外にこう流出してますよという状況を少しでもですね、道内の企業などでご活躍いただきたいし、まあ、そういった場を創出していく、このことが就職につながっていくということがまずこれあるというふうに思ってます。その上でですね、まあ、今人材の育成に向けては国の半導体人材育成等推進協議会、まあ、こちらを核として関係機関とも連携をして道立の高校モノテクの出前講座の実施、こういったものをするということと、幅広いものづくり産業の人材の確保、こちらに向けては小学生を対象としたものづくり体験の教室だとか、高校生一般求職者を対象としたものづくり企業の現場見学会、こういったものなどを実施しています。来年の1月札幌モビリティショー、こちらにおいても道内企業の優れた技術の PR、まあ、こういったものに取り組んでいくことにしています。また首都圏などでの UI ターン、このフェアなどにおいて道内のものづくり産業の情報発信、まあ、こういったものにも取り組んでいます。まあ、これは半導体はもちろんなんですが、今後ともこのものづくり産業の人材の確保、これに向けてさまざまな場を活用して、まあ、子どもから学生、そして一般の求職者まで幅広い層を対象にしたこのものづくりの理解促進、魅力発信、まあ、こういった取り組みを進めていきたいというふうに考えています。今産官学で振興ビジョンというまあ、そういう人材育成も含めた拠点などをこう作ろうと今有識者懇話会やられていると思うんですが、まあ、ちょっと実勢が違うかもしれないんですけど、北海道の半導体関連の企業が多分20個ぐらい で熊本はもともと集積あったら200社ぐらいというふうに聞いてるんですけど、ある意味そういう北海道が製造業を含めて、なかなかその九州とかと違ってある意味まっさらの状態というか、今までそういうのがなかった状態というのは、その人材育成とかの観点では新しいことでこうチャレンジできるのかとか、どういう効果があるというふうに思いますか。やはり先ほど言ったような人材の育成はしたけども、要は道内で就職をするということにつながっていないという状況については、これは非常に今までマイナスとされてきましたけども、道内にそういったこの理工系人材が活躍する場ができるということで、本当は北海道内に就職したいんだけども、そういった活躍する場がないんで道外に出ているような方々が、これは新卒という意味でもそういう可能性があるんですけども、今道外で働いている方が、そういう職場があるんだったら戻ろうかなということで、実際にですね、私も偶然そういう方にもお会いしたんですけども、北海道が好きで北海道で仕事をしたかったんだけども、なかなかその
自分の条件に合う内容でなかったんでってことで、まあ、今回ラピダスが、まあ、そういった募集をするっていうことで、ぜひ大好きな北海道に帰ってきたいんだってことでおっしゃってる方も、私も直接偶然お会いしたんですけども、まあ、そういった方々もですね、まあ、潜在的にいらっしゃると思いますし、なのでそういう短期的なことや中長期的なこと、そして今できることですね、やはり首都圏に行ってしっかりアピールしていくことも大事ですし、で道内のこれから担い手となる方々にしっかり情報を提供していくことも大事ですし、まあ、こういったそれぞれの取り組みを、各層にあってですね、やっていくということが大事だなというふうに思っています。江差交換以外で他にご質問ございますか。あ、はい、UHB の三宅さん。 UHB 三宅です、よろしくお願いします。バスの運転手不足についてちょっと伺いたいんですけれども、北海道中央バスがですね、路線の大幅な見直しというのをします。それについての、まあ、受け止めと、あとこの運転手不足というのはもう全道にわたっての問題だと思うので、それについてのお考え、そしてまあその先ですね、例えば支援ですとかそういうところ何かお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。はい、まあ、この地域におけるまあ、路線バスについては、これは道民の暮らし、そして経済を支える公共交通機関として欠かすことのできない、まあ、そういった輸送手段であります。通勤通学通院といった日常生活においても重要な役割を果たしています。まあ、今回の中央バスについては、まあ、運転手不足などの理由によって、札幌市内を中心に路線の見直しを行ったということであります。バス事業者としての経営上の判断、まあ、そういうことであるというふうにお伺いをしております。中央バスからは今回の路線の見直しによって地下鉄への乗り換えが必要となるが、バス運転手の業務効率化や負担軽減を図りつつ通学通院などの交通手段を確保したというふうにもお伺いをしています。党としてはこれは見直し後のバス路線の状況、まあ、こういったものなどを注視をしながら、引き続き国や市町村とバス路線の運行経費、まあ、これに対する支援、これを行うということなど、関係の皆様と一層連携協力もしながら、地域交通の確保、まあ、これに向けた取り組みを、しっかり推進をしていきたいと考えています。ありがとうございます。このほかよろしいでしょうか、ございますでしょうか。よろしいですか。それではすみません、先ほどの古谷さん。すみません、テレビ北海道古谷と申します。長くなったので端的に行きますけれども、江差交換の件で知事コメントでですね、今後ともご遺族のご意向を伺いながら誠意を持って対応してまいりますと書いてあるんですけれども、遺族は遺族側に聞くとですね、意向とは真逆の提案があったというふうに受け止めているようです。少なくとも遺族側はそれを受けて、そのご遺族の意向を伺いながらっていうのは、これは嘘だったのか、それともこれから聞くのかっていうのはどうでしょう。まあ、これはしっかり当然代理人の方を通してですね、お考えなどについてお伺いをしながら、まさに示談交渉に顧問弁護士が当たっております。まあ、今後ともさまざまなそういったお考えが代理人弁護士を通してあると思いますので、そこはしっかりですね、受け止めながらも、示談交渉に臨んでいくということであります。じゃあ、ご遺族の意向を伺うっていう文言は生きているという認識でいいんですかね。まあ、代理人を通してさまざまお話をいただいておりますので、そのことについてしっかりとお聞きはしております。じゃあ、江差交換の関係は担当部局、この後残って報告書などご説明するようにしたい。あ、他のご質問ですか。はい、石川さん。あ、はい、毎日新聞の石川です。江差交換の件で第三者調査委の調査結果がですね、その損害賠償に直結するものではないというのは、まあ、その通りだと思うんですけれども、一方でですね、その調査結果が出るのにも3年半かかってますし、その自治体によってはですね、学校とかのいじめとかでも同様のケースがあって、まあ、その遺族のことに配慮してですね、第三者調査委の結果に基づいてその示談交渉に応じるというケースももちろんあると思うんですけれども、まあ、そういった対応を
道として今後取るつもりはないの、もうないのかということの確認とですね、あと、まあ、そういう場合になると、まあ、ご遺族の、意向を考えるとですね、まあ、今当事者間で示談交渉されてますけれども、裁判ということも当然考えうることになるかなと思うんですけれども、そうなるとさらに事実関係をですね、また精査し直して長期化することになると思うんですけれども、そういったことについて知事がどのように考えていらっしゃるのかというのを聞かせてください。そこはまさに示談交渉中でありますから、コメントを控えたいと思います。長期化もやむを得ないということなんでしょうか。今示談交渉中ですので、コメントは控えさせていただきたいと思います。わかりました。すいません、ちょっと交渉中でございますので、これ以上のご質問はこの関連でございますか。同じ内容でなければ、はい、どうぞ。どんな、はい、北海道新聞の久保と申します。江差交換の示談交渉の関係ではあるんですけれど、今回遺族側の説明でいうと、道から相当因果関係は認められないとの見解を電話で伝えられたと説明しています。一般企業の感覚で言えば、金額交渉について電話で伝えるということはちょっとありえないかなと思うんですけれども、この手法について不備はなかった、あるいはあった、どのように知事はお考えですか。それは顧問弁護士とともにですね、適切に対応していきたいと考えています。ではこの後、この関係ちょっと担当部局残しますので、よろしければこれで本日の記者会見終了したいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。